はーい。TikTok で見たブドウ味のポップコーンの作り方やってみました。いやー、 TikTok で見たのとやっぱ違いますね。なんかね、思ってたのと違いますね。ブドウの液っていうのはもう水性ですからね、油に色なんてまあつかないですよ。で、見たらですね、最初にポップコーンがポン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 なった時のやつは山ぶどうエキスにくぐってですね、すごいこうなんだろう、赤色になってるんですよね。で、今回はですね、葉っぱくんの住んでる近くでですね、良くなってるこの山ぶどうを使って作りました。山ぶどうはね、酸っぱいんですよね。まずこの果物の方から食べますね。あー、酸っぱい。でもまあまあ、これがね、山ぶどうですよ。これをね、砂糖入れてジャムにしたりだとか、ゼリーにしたりすると美味しく食べれるんですよね。では、この山ぶどうフレーバーのついたポップコーン食べたいと思います。いただきます。うん、あ、酸っぱ、あー酸っぱ、酸っぱ。もしもこのぶどうがですね、美味しい美味しいシャインマスカットとかだったら美味しかったかもしれないです。もうね、ぶどうの酸味がカーンとくるポップコーンですね。うまかないですね。色がたくさんついてるやつはもう酸っぱくて食べれないです。ちなみにこういうね、ちょっとだけ山ぶどうがついている、ちょっとだけ山ぶどうがついているポップコーン食べてみたいと思います。うん、あ、これはほのかな酸味、うん、ほのかな酸味がついてて食べれなくはないですけども、うまくもないですね。ただこれですね、ぶどう、今回山ぶどうでやりましたけども、他のね、本当に甘い美味しいフルーツ、オレンジだとかパイナップルとか、だからそういうのでやればもしかしたらね、化けるかもしれない食べ方ですね。悪くないですね。うん、うん、フルーツも感じれて、ちゃんとポップコーンの味も感じれて、ただね、酸っぱいわ。というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーっていう人はぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。